サムネにも書いてある通りなんですけど、ちょっと急遽お引越しをすることになりまして、いろいろね、ちょっとお部屋について、まあ、ちょっとした問題が出てきて、僕もいろいろ考えたんですけど、まあ、やっぱり、これは引っ越した方がいいよね、いいかなと思って、引っ越しをね、選んだという感じで穴開けちゃったで、めちゃめちゃ急遽になっちゃった理由は、なんて言えば伝わるんだろうな、ちょっと今すぐに何かがデデーンってあったっていうよりも、まあ、今後ね、何か、いろんなあれがこれでさ、まあ、可能性的なものね、可能性とか、まあなんかこう、まあ、ちょっとできればその可能性ってものを、できれば潰しておきたいよねっていう、なんかこう、活動に対してとか、まあ、自分自身の周りの人に対してちょっと、まあそう、リスク回避、はい、天才。リスクを回避ね、やっぱりしていこうと、みんなに、自分だけじゃなくてね、周りの人に対しても。で、まあその、まあ関係で、ちょっと今までずっと、友人とね、暮らしていたんですけれども、ちょっと今回、なんとカナダ荘2年ぶりの一人暮らしになる予定でしてね、ちょっとドキドキ不安があるんだよね。ただ、その友人と、こうなんだろう、友達ではおるし、もちろん。まあ、ただ、本当に、何かね、今現在でトラブルがあったとか、大問題が発生したっていうわけではないです、もちろん。で、喧嘩もしてないし、仲いいし、本当に3ヶ月ぐらい前から友人とね、約束してた旅行とかがあって、まあ、もう少し落ち着いたら、ね、それも行ってこようかなとは思っているので、まあ、そんな感じで普通に、仲は良いですと。一旦、まあ、ちょっと、一旦離れ離れになるという感じではあると。